ていきましょう。よし、次はどの音を鳴らそうということで、これしましょう。ビューコントローラー。これも邪魔だから消しまして。ビューコントローラー。ここなんかいろいろコードが書いてありますよ。ここのコードに、押したらドが出るぞというコードを追記していくということですね。それぞれのコードがどんな内容を意味するのかっていうのは、まあ、正直僕も勉強中なので、あんま人に偉そうに説明できないというのもありますし、知りたい人はいろいろ Swift のライブラリーを見るとか、いろいろやってみてください。まずは音を出すフレームワークを入れるということで、import AV Foundation と入れます。AV Foundation というのがどうやら音を出すことをいろいろやってくれるみたいです。続いて、ここにでも、まずはドの音を出すために、バー、ピアノ、サウンド、シースリー。これが、ドの音がどこに保存されているのかというパスを設定してあげると、NCRファイル URL with pass mbundle.mbundle pass for resource cd type mp3ビックリマークでカッコ閉じと。こうかな。これでまあ、ピアノサウンド C3 とドの音は、こういうところに保存してあって、ファイルのタイプは MP3 というふうになってますよ、となります。もう一度追加しまして、動画だとコードが見にくいと思うんですけど、ブログ行って、私のブログ行ってもらえば、コード全部テキストに載っけてるので使えると思います。バーオーディオプレイヤー C3 イコールオーディオ、AV オーディオプレイヤー、カッコカッコと。で、もう一個追記したいのが、ビューディズロードのこの中身のところに、オーディオプレイヤー C3 イコール、AV オーディオプレイヤー、カッコ。延長 VUR を、ピアノサウンド C3 エアーだったら、ミュージット。あとは、オーディオプレイヤー C3 ドット、フリーペアフレット。こんな感じですかね。追記したのは、ここね、AV ファンデーションをインポートする、あとはこの2行を、あとはこの2行。これを追記しましたね。で、今書いたコードと、次にやらなきゃいけないのは、今書いたコードと、さっき作ったピアノの鍵盤の画面、これを連動させるみたいな。そういうことをやんなきゃいけないです。もう一回メインストーリーボードを選択してもらって、で、これ、右上にある蝶ネクタイみたいな、これを押してください。アシスタントエディター。そうすると、画面の左側、ちょっと僕画面がちっちゃくてごめんなさいですね。画面の左側には、メインストーリーボード、さっきの鍵盤の画像の方が出てきて、右側には、ビューコントローラースイフトということで、さっき言ったコードの画面が出てきます。これとこれをこう、連動させて、くっつけるということをやりたいです。まずは C3。これを選択して、一回クリックしてから、キーボードのコントロールキーを押しながら、左クリック。ぐーっと、左クリックしながら引っ張っていきまして、この辺に置きましょう。よっと。そしたらまたこんな画面がビョンと出てきますので、ここの設定をコネクションはアクション。
ネームは C3 ね。タイプを UI ボタン。イベントをタッチダウン。これね。にしてください。で、コネクトと。そうすると、こんな風に、コードが書かれますと。で、このコードと、こっちの鍵盤のこの、これ、今クリックしたとこは、こう、つながってますよ、という風になっています。で、今度はこのボタンを押したら、どの音が出ますという風に追記したいので、この中に、オーディオプレイヤー C3 ドットプレイと入れてあげましょう。このコードで、さっきこう設定したこれなんで、ここに保存してある C3 の MP3 が、このボタンを押したら再生されますと。こんな風なコードになったはず。ビルドしてみましょう。ビルドして、大丈夫かな。ほい。おお、出ますね。問題なく出ます。ただ、これちょっと問題なのが、音が消え終わるまで、次の音が鳴らせないと。もうクリックしたらね、何回でもこう音が出てほしいんですけど、それを追記しておきましょう。再生が毎回頭出しになるようにしてあげるということで、オーディオプレイヤー、プレイヤー C さんが、カレントタイムコールゼロと。これで、スペルが、オーディオプレイヤー C3 だと書いてある。これで、そのボタンを押したら、まず頭出ししてから、頭の再生位置に行ってから再生されるという風になります。もう一回確認。よし。これで、押せば押すほど、どの音が出るという風になります。まあ、これでもうほぼピアノのアプリ完成したようなもので、あとは残りの12鍵盤、同じことをして、音を出すようにしてあげればいいというふうにします。で、今回のビデオ、動画では、今の動作をこう12回繰り返すというふうにやります。で、本当はというか、別にまあ音が出れば何でもいいかなと思うんですけど、もっともっと簡単なコードの書き方がありまして、ブログ書いた時は知らなかったんですが、まあ、勉強をして、すごい短いコードで、こう、ドからドまでの全部の音を、書けるようになるという方法は分かったんですけど、まあ、初心者ですから、初心者はね、こう、実直に愚直にね、ドにまみれて、細かくやれ、少しずつこう積み重ねていくということが大事だと思うので、今回の動画では同じ作業、今やったここの作業を全部12件分やるというふうにしましょう。まあ、次回以降どっかで機会があれば、動画なりブログなりでもっともっと短いコードの書き方というのをご紹介します。一応ちょっとやっていくか。今度 C シャープ、 C シャープ全12件分作っちゃえばいいかな。これコピーして、1、2、3、4、5、6、7、8、9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 、
3の後は C シャープ。シャープ使うと多分エラーが出ちゃうので、大文字の S にしておきましょう。C シャープ。で、音源の名前はシャープだね。C で、オーディオプレイヤーも CS。これ気をつけてくださいね。ピアノサウンド CS として、音源は C シャープ。こっちの C シャープと同じね。で、オーディオプレイヤー CS。これを一個一個全部やっていきます。D にして、ここも D ですね。
こういう作業は非常にめんどくさいのですけれども、なんですかね、よく人が言うには、このプログラミングは、言語の学習というんですか、英語とか、ドイツ語とかみたいに、言語の学習と同じだというようなことをよく言うんですよね。で、僕は別にそんなにできないですけど、英語はね、人並みに多少はできるので、いろいろ振り返ってみると、とにかくね、手を動かして、体に染み込ませる以外にね、できるようになる方法がないので、めんどくさいなとか思いながらもね、とにかくやり続けると。なんかね、頭で分かった気になるのは簡単なんですけどね、実際に手を動かしてやるのと、自分で作り上げるのと、ただ見て終わるのだけでは、全然、多分ね、効用が違うと思うので、皆様に関してもね、こうやってコツコツ打ち続けるということを、やられることをお勧めします。本当に手で書くのが一番。私、以前、語学学校で働いてまして、日本語を勉強しに来る外国人だとか、あとは、英語を勉強した日本人だとか、といろいろ触れ合ったんですけど、とにかくね、時間かけてコツコツやれば、少なくとも言語に関しては、英語とかね、日本語に関しては絶対できるようになりますし、それとプログラミング言語同じであれば、これも時間かけてコツコツととにかくやり続けるしかないので、それをやればいつかできるようになる、わかるようになると信じて続けております。これは OK。これも12個やんなきゃいけないんだな。あとは延々とこうやってコードを打つっていう画面が続いていくだけなので、早送りしても構わないですし、皆さん同じようにね、進めていけば、僕と同じようなタイミングでできるような、完成していると思うので、それでもいいかな。次、何も喋れないのもちょっとあれなのですけど、私はまだプログラミングを始めてから1ヶ月も経っていませんが、
この1、まあ、1ヶ月弱の間何をしたかというのもブログに書いています。まあコツコツとねやっただけなんですけど、いろんな人のねウェブサイトとかブログ見るのもそうなんですけど、 YouTube がすごい便利で、特にまあ外国人はこう、えらいです。オーディオプレイヤー、ヒーコー。外国人はね、こうやって動画をたくさん作ってくれてるので、それ見て、あ、こうやってやるんだ、こうやってやるんだって。で、やってみたらね、わかるところもあれば、わからないところもあるんだけど、なんかバージョンが違ってエラーが出ちゃったりとかして、このエラーどうやって直せばいいんだろうとか言って、やってるとまた、